案させていただきます。よろしくお願いします。私鹿沼在住の相田と申します。希望の上に勤務しております。今年の2月からですね、鹿沼市から諸山を紹介していただきまして、整備とか清掃を、やりたいということで関わることになりました。で、いろいろ山登りをしている人たちと会話をしていきますと、吾妻屋、ちょうど山の上に3か所ほどあるんですが、吾妻屋のペンキが剥がれたり、いろいろ汚れもひどいということで、そしたら我々もご一緒にですね、塗装工事をやろうかなという発想になりまして、今回、11月の7日、地元の人たちと一緒にですね、ボランティア活動の一環として吾妻屋塗装をやらさせていただいています。諸山はね、やはり鹿沼市の宝、その宝をね、より大事にしながら、今の時代のね、子供たちにこの諸山をぜひ知らせてね、そして地域でこの諸山を大事にしてもらいたい、そう思いますんでね、この諸山をぜひ知ってもらって、ぜひ諸山に一回足を運んでもらって、四季折々の景観をぜひ楽しんでもらいたい。諸山へ来ることによっていろんな仲間がたくさんできたところ、それは一つの大きな今度は自分の宝になってますね。そういういわゆるコミュニケーションの場がまた諸山と思いますので、ぜひ皆さん諸山にぜひ足を運んでもらいたいなと、そう思ってますんで、ちょっと歩いてきたんですけど、なかなかいい山ですね。散歩ってだいたい平地を歩くんですが、こう山道を歩くというのはすごくいいと思います。そういう人たちが少しでも気持ちよく歩けるように、こういうペンキ塗りもなかなかいいなと。元気が出るね。そうですね、こんなに動かないから今日は体が働いてくれた。ボランティアがこんなに一生懸命やるの、一生懸命やるとは思わなかった。ボランティアはもうちょっとちんとやるんだと思っていました以上です。諸山はですね、ご存知のご存知でない方も結構いるようですが、私たちがこの山を愛して、また森作りをやっている身としては、これほど諸山って魅力のある山はありません。で、自然に恵まれて、自然環境にもですね、地元の人たちが心遣いされてるんで、ぜひこの山をですね、山登りをしていただいて、健康づくりにも励んでいただけたらなと思っております。いつでもお待ちしております。